こんにちは。で、で、はい、今この名前なんだったっけ？柿の種。柿の種を今これなんですね。で、これはちょっと味見してみたい。はい、開けます。あれ、お願いします。で、リナの今日何年ぶりだったっけ？何が？会うの。3年ぶりに久しぶりに会ってめちゃくちゃ嬉しいです。で、今日これを持ってきて、それがカットできないよ。話が続いてるよ。いいよいいよいいよ。でさ、これを食べたいなと思っています。で、ちょっと待ってね。あ、これが読みたかったんだけど、牛乳はなぜ？それ違う。牛乳はなぜ？それなんか豆知識だと。消えちゃった。豆知識だよ。うん、ちょっと味見してみたい。辛いせんべいと、あ、これピーナッツかな。一緒に食べたら美味しいよ。な、一緒に食べたら美味しい、うん。どう？うん、おいしい？なんか久しぶりに食べた、ね、これと一緒にインドの濃い茶を飲んだらもう最高。うん、バホタ茶、バホタ茶ね、うん、それがいいよね。おいしい、これおいしい。なんかこれ食べたらさ、あの水飲みたくなるよね。確かに、ちょっと、うん、おいしいです。これいいね。これは日本みんなよく食べるかも。そう？みんな食べたことあると思う。お酒と、うん、おくまみ。あ、お酒と一緒。あとちっちゃい子もおやつで食べる。うん、あ、これ美味しい。で、日本でどこでも買えるよ。うん、スーパーで。じゃあ1個はいくらぐらい？1個売りじゃなくてね、こう、あ、1個売りもするかな。なんかコンビニも。コンビニもファミリーパックみたいな感じで、これが5、6個入ってる。6ぐらい？ 6袋入ってて、うん、いくらぐらいだろう。200円ぐらい。まあ、いや、安いか、わからん。いやー、あ、でも安いお菓子ではあると思う。あ、そうなん、うん、まあでもこれめっちゃ美味しいよ。美味しいよ。これ、毎月日本に行ったら、ぜひこれが、あの亀田製菓ね。亀田製菓って有名なお菓子のブランド。亀田製菓さ。亀田製菓。オッケーオッケー。それはいいね。うん、食べてみたい。あ、これ乗る？あ、これ乗るの？歩く？それか。歩いたら間に合わない。間に合わない。じゃあ歩くか。歩かないよ。歩いたら間に合わないのに歩くか。あ、そうだね。あの運転、あの運転じゃない。乗るか。この人は？いい感じ、いい感じだった今。バイクか。やべ、これめっちゃ美味しかったので、これがくれてありがとうございます。で、またあの稲と一緒にとかサイレンと一緒にたくさん動画を作りたいので、また、うん、また。また会いましょう。また会いましょう。ペルミレンゲ。じゃあねー。はい、バイバイ。